情念司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いや、今日もね、皆さんたくさんの方にご覧いただきました。シニアリーグことね、サンデーモーニング勝手に副音声なんですけれども、今日そのね、ちょっと審判の、コスチュームのままで、このね、ユニフォームですね、ユニフォームのままで、ちょっと続けたいんですけど、サンデーモーニングといえばね、かつてね、あの名物コメンテーターがいらっしゃいましたよね。去年引退された張本さんとね、ちょっとこうありまして、それ以降ちょっと出なくなってしまって非常に残念だなと思ってたんですけど、あの江川翔子さんね、もう素晴らしいコメントをされますよ、ことオウム真理教についてはね。それ以外はまあぶっちゃけかなり微妙な方なんですけど、オウム真理教についてはね、もう的確なコメントをされることでね、有名なこのまあ江川翔子さんなんですが、なんと今日ね、今日というかね、先日ね、これ12日ですよ。12日にね、あの CLP 問題についてですね、まあ極めて、辛辣かつですね、正しいコメントをされた。正しいというかね、もうこれだというね、ぐさりと刺さるコメントをされたということで、思わずね、正論ゴールみたいな感じで言いたくなってね、まあ元サンモニのコメンテーターですから、正論ゴールをね、私が思わず、認めたくなった。認定したくなった。このね、江川さんのですね、ビジネスジャーナルのね、ちょっと連載をね、お読みしたいなと思います。もうこれこのまま朗読してもね、一本のコンテンツになるんじゃないかと思ったんですけれども、ちょっとかいつまんでお届けします。江川翔子の事件ウォッチ第195回というやつなんですが、これね、一応ね、言っとくと、まあ、切り取りって後で言われたら嫌なんで、ちゃんと言っとくと、元々のタイトルはですね、あの、維新とね、それから、その、まあ、読売新聞が、まあなんかそのマスコミでね、メディアで連携してやってたんじゃねえかみたいなことで、今ガーッとね、あの界隈の方が騒いでますよね。まあ菅直人さんなんかもこの件騒いでたんですが、この問題に関連してですね、なんと江川さんは CLP の問題を取り上げてですね、しかもその CLP の被弾の方がでかいので、僕から読んでて。これすごいなと思ったんで、まあ、あの、皆さんよかったら全体読んでください。はい。あの、江川翔子の事件ウォッチ第195回をあのお読みいただきたいんですが、その中でもですね、CLP 問題に関するコメントが辛辣だったので、ここをちょっと今日はあえて取り上げたいと思います。で、江川さんはですね、こんな風におっしゃっております。ツイッターで野党批判を繰り返し、立憲民主党の国会議員から名誉毀損で裁判も起きている脱皮問題とも関連付けて語る、指揮者もいるが、この両者は似て非なる問題だということで、その維新とね、読売新聞の件ね、これとですね、脱皮問題を結びつけているという件についてですね、この両者は似て非なる問題だという風に江川さんおっしゃってます。でね、その心はね、どういうことかというと、脱皮問題は SNS 上の匿名アカウントが真偽取り混ぜた発信で野党を攻撃している上、その発信元とみられるウェブ制作会社の得意先の一つが自民党だったということが問題とされている。つまり、野党やリベラル勢力を攻撃する匿名アカウントの裏に自民党がいるのではないかという疑惑が持たれ、巨大与党の広報戦略のあり方に関心が向けられている。脱皮はもともと公共性のあるメディアではなく、ジャーナリズムの、信頼性が問われた問題とは異なると。ね。で、その上でですよ。ね。一方、CLP の問題は、立憲民主党の政党としてのあり方よりも、CLP のメディアとしての独立性、透明性に疑念が持たれている。出演者の有志が抗議した後の説明で、佐治代表は番組の内容について、次のように弁明した。資金提供機関に特定政党を利するための番組作りはしていません。立憲民主党から CLP の番組内容への、要求、介入はありませんでした。大阪府と読売新聞が、連携と共同はあっても取材や報道とは別というのに似たような説明である。ただこの両者が関係を公表したのに対し、暴露されるまで資金提供を伏せていた CLP の説明は説得力に乏しいということで切り捨てています。はい。でさらにですね、このですね、佐治さんのね、このまあ言い訳ね、佐治代表は事実を公表していなかったことについて反省の弁を述べつつ、政党の支援を受けた理由についてこう弁明しているということで、まあ佐治さんの言い訳を引用した上でね、江川さんこのように言ってます。確かにネットメディアはテレビのように放送法の規定に縛られるわけではない。しかし、法律の規定に縛られているわけではない新聞が、これまでなぜ独立性を重視してきたのかを TBS 報道記者を務め、報道特集のような報道番組に携わった佐治氏が知らないわけではあるまい。このような言い訳は、独立性を保つ努力をしながら情報発信をしている他のネットメディアにとっても大きな迷惑だろう。反省が足りてないと言わねばならない。
CLP が当初から番組に立憲民主党を提供とスポンサー名を明らかにしていれば、少なくとも今回のように出演者から重大な反審行為などを非難されることはなかった。ただそうすれば独立性への疑問符がつく。立憲民主党が資金を提供したのは CLP への、支援は同党の理念や利益にかなうと判断したからに違いない。そうでなければ資金提供 は党や党員への背信行為になってしまう。CLP の番組制作者が同党に露骨に肩入れするつもりはなかったとしても、外から見れば立民系のメディアと映る、そのような色がつくのを嫌い、資金提供の事実を伏せたのではないか。それは独立性の偽装であって、公共メディアとしてはかなり致命的な問題と言わざるを得ないということで、正論ゴール、ピー正論ゴールという感じですね。素晴らしいですねこれね。いや、ぜひね、三文字に出てですね、江川さんにこういう形でね、CLP 問題を切っていただきたかったんですが、ね、他の出演者と揉めたことが原因なのかな、まあ、謎のね、降板をされてしまいまして、それ以降ね、三文字でこの江川翔子様の姿を、ね、拝見できないのがね、大変残念だなと。いや、江川さんね、オウム真理教に続きね、この CLP 問題でも、かなり鋭い、この切り口でね、正論を述べていらっしゃるのでね、まあ、ぜひ皆さんね、江川さんのね、今後の、このね、CLP 問題に関する発言を注目してほしいなと、いうふうに思います。で、それと同時にね、まあ、立憲民主党の泉健太さん、これ以上説明することはないということでね、勝手に説明を打ち切ってしまったんですが、これはね、果たしてね、国民の疑問に答えてるのかどうかね、我々国民の疑問を代表してですね、ジャーナリストの江川翔子さんがここまで切り込んだわけですよね。で、これね、江川さん曰くね、第三者委員会を作って調査すべきだと、いうようなね、主張もされてますので、ぜひね、このね、江川さんのね、意見もね、聞いていただいて、むしろね、身内にはより厳しくというね、こういう姿勢がですね、やっぱりその政党としての信頼感をね、取り戻すには大事なんじゃないかなと、いうふうに思うんですよ。で、それをね、やってないちょっとね、立憲民主党はね、やっぱりね、疑惑が深まっちゃうんだよね。うん、泉くん、後輩でさ、応援もしたいんだけどさ、ね、弁論部の後輩、まあ、恩着せがましくてすみませんね。僕が卒業した後入ってきたんで、多分何のお世話もしてないんですけど、まあでも、私がね、連盟委員長として残したこのね、レガシーの上でね、この、まあ、私のちなみに残したレガシーっていうのは、大学ね、違ってもね、弁論部はもう弁論部だから、みんなでね、交流していきましょうと。ね、変ななんかこう、ね、対立とかこいつは出さないみたいな、そういうこと言うんじゃなくてさ、まずは出た上で議論してね、みんなでね、そういうこう、まあ、対立を乗り越えてですね、まあ、本当に全国連携してやっていこうというね、このレガシーの中でさ、ね、同じ立憲民主党の森山博之君がね、全日本学生雄弁連盟という形でね、全関東学生雄弁連盟拡大して、で、その大きく作ったこのインフラの中でね、立命館大学とこの関東の大学の交流があってさ、ね、泉くんも今僕らの後輩みたいな感じでやってるわけだからさ、まあそういう意味でね、ね、そういう意味でこうね、広くやっぱりこう皆さんの意見を取り入れてね、議論してね、この CLP 問題しっかりとしたね、総括をしていただかないことにはですね、国民が納得しねえんじゃねえかなと、いうふうに思うんですね。はい、ということで、まあ菅直人さんがね、この件で音喜多さんにね、絡んでね、まあ公開討論しましょうって言ったら、まあ逃げちゃったわけですけれども、泉くんはぜひ逃げずにね、江川翔子さんのご指摘も踏まえてですね、この問題厳しく追及していただいてね、国民の納得いくまで丁寧な説明をお願いできればなというふうに思いました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。ガオー。